明日から始まる卓球のパリオリンピック日本代表選考会で、女子のエース伊藤美誠と選考レーストップの早田ひなが順当に勝ち進めば、準々決勝で激突することが決まりました。戸惑いの部分もあったんですけど、頑張っていきたいなと思います。なんか新しいドローになったと思うんですけど、面白みがあるかなと思ってます。